もう初めてのチャットがこんな嬉しいこと言われて嬉しいですね、はい、僕結婚する予定ないんですよねまだ。ぜひ衆議院選挙出てください。衆議院選挙はですね、まあ、結論から言うと出ないですね、はい、昔ねちょっと N 国で出馬するみたいな話があったんですけど、あれはもう全くなくなりましたし、やっぱり別にその日本の政治を良くしようとかってやっぱ残念ながら今僕はあんま思ってなくて、今って海外っていう選択肢があるじゃないですか。で例えば日本嫌だな、もう嫌だなと思ったら いくらでも海外移住できるんですよね。で、まあ、自由に暮らせるし、ネット一つで日本ともつながれるし、別に日本にいるメリットっていうか日本にこだわるメリットがないなと思うんですよ。なんで、まあまあそういうね、日本を良くしたいって方は頑張っていただいて、僕みたいな自由人はもう自由に暮らしたいなと思ってるんで選挙には出ません。